高い提灯を持っている男しさ。この持つ提灯は高張り提灯と申します。そして紅白の蓮司氏が目の前を通り過ぎているかと存じますが、本年は体操部の苦戦70周年、吉原会場400年ということで、例年の花魁道中に、私どもの花魁道中に蓮司氏の助六さんが花を添えてくださっております。そして手に金棒を持つ男衆の後ろに続くのが手こまい衆と申しまして、もともとは吉原の芸者さんが一年に一度男の姿に扮したものと言われてございます。鮮やかな中にもキリッとした男姿の芸者衆の美しさをお感じいただければと存じます。Thank you.